はい、えー。皆さん、こんにちは。アーチでございます。えー、夏毛雑談行きましょう、えー。前回でね、1982年以前というこちらの部分がおりまして、えー、今回、1983年1月発売の相当ということで、えー、通常の、あのー、ものに戻りましたということでやっていきたいと思います。えっ、ー、とね、PP2、フライトシミュレーター、ポラリス。ポラリスという言葉はね、結構聞いたことあるんですけども、まあ結構でもないか。うん ポラリスってね、なんか聞いたこともあるような、な,ないような感じなんですけども、えーと、発売元キャリーラボ、えー、シューティングと SLG ってなってますね。83年1月4000円、えー、88、あごめんなさい。8001以降ですね。えー、フライトシミュレーターとポラリスの2本が入っている。あー、そういうことね。<laughs> 2つ入ってってことね。えー、フライトシミュレーターは飛行機を格納庫から出し、 滑走を離陸して、はるか先の目標を爆撃し、再び飛行場まで帰着すると。方向だ、昇降だ、えー、スロットルを操り、お方向だ、昇降だを操るったすごく細かく操らないといけないってことだね。え、あ、<laughs> ごめんなさい。スピード系、えー、高度系を見ながら操作、えー、操縦と、ポラリスは、えー、敵飛行機の爆弾、対潜水艦と、海上の、 敵艦の嫌いを避けながらミサイルで敵を撃退するゲームということでは、まあコラポラリスだろうね。これがフライトシミュレーターだったらちょっとびっくりなんですけど、えっ、ー、とただこれね、高航だと小航だを制御しないといけないとなると多分えっ、ー、とかなり古い飛行機ということでしょうね。おそらくえっ、ー、とおそらくあれじゃないですか。もうあの昔の飛行機とか。 あののの時代のもなのなんじゃないですか今だったらね、もう操縦桿握ったら、あとは電子制御でしょ。コンピューターがやってくれると思いますんで、ね、こんな方向だ、昇降だなんか、あの、気にしなくていいと思いますんでね。うん、だ,だと思いますね。あ、これがフライトシミュレーターか。あ、やっぱワイヤーフレームなんだね。うん、それでも仕方がないと。えっ、ー、と、そういえばね、F15 ストライクイーグルのリクエストをいただきましたね。これどうしようかなと思ってですが。<laughs> あと、私一応ね、あの、ライブでね、いただきまして、単発でやってんですけど、ほらあの、F15 ストライクイーグルはね、私めちゃくちゃハマりましたよ。当時はね。当時はね、ほんとね、すんごい時間かけてやりました。なのでね、自分で言うのもなんですけどね、結構うまかったと思います。ちゃん、あのね、ほとんどシナリオ、シナリオほとんど解いたかなまあね、実際のあの、シナリオっていうか、あの、地図がね、地図というか、えっ、ー、と、ブリーフィング ブリーフィングっていうか、まあ、プロジェクトだね。えっ、ー、と、実際ハノイとか、なんかね、実際にあったものだったと思うんですけど、ね、えっ、ー、と、ちゃんと弾数もね、もうあんなエースコンバットなんか、エースコンバットなんかや、まあ、エースーコンバットなんかって言っちゃだめですけど、エースコンバットのようにね、えっ、ー、と、ミサイル撃ち放題っていうか、ほとんまあ、ね、ミサイル、あの、限りがあったと思うんですけど、あんなに打ち放題じゃないからね。 えっと、ほんとね、爆弾だったらね、数発ですね。10発も持てないですからね。で、えー、っと、バルカンが999発だったかないやー、それはあれ、あっちだったかな <laughs> あっちだったかもわかんないね。エースコンバットの方だったかもわかんないですけど、あ、でも999発なんかすぐ終わっちゃうからね。ちょっと999九という数字も怪しいんですけど、私の中で。今、私の記憶はあやほやなんでね。えー、っとね、あのー、なんでしょう。えー、っとねー、 そういう意味じゃね、タイトーさんのね、プレステ2で出てたと思うんですけど、タイトーさんのね、あの、戦闘機のシミュレーター、えー、っと、あれは F22 まで使えたかな ?F35 ぐらいまで使えたような気がせんでもないんですけど、あの、タイトーさんのフライトシュミュレーターめちゃくちゃよくできてましたね。ねあ、そうだ、あれ F35 あったわ。あの、なんていうのあれ、SV トールっていうの 滑走路がいらないっていうやつで、そうです,そうです、F35 はありました、F22 はなかったと思うんですけど、F35 はあったと思います。 で、飛んでなんかね、うん、やってました、えー。ただ本当にめちゃくちゃシビアでね、もうすぐ爆弾がね、あのー、在庫切れになっちゃうんで、<laughs> 使い切っちゃうんですぐ戻って出て戻って出ての繰り返しのような感じで、あれはでも面白かったですね。うん、あれは本当シビアな感じがしました。F15 スラックイグルもシビアな感じなんですけども、やっぱりね、ワイヤーフレーム。で、あのー、景色を映しちゃうとね、 もう処理がめちゃくちゃ面しくな重くなっちゃうんで、景色映すって言ってもね、ワイヤーフレームにね、ドットが増える程度なんですけど <laughs>、ね。一応、えっと、山とかの境目、境界線とかが出るようになったと思うんですけども、それするとね、めちゃくちゃ処理が重くなるんでね、確かカナキをね、オンオフで、ね、切り替えれたと思うんですけども、もうない方が、もう水平線しか映らない、水平線と木曜物しか映らないぐらいの方が、あのー、綺麗に動いたので、 ただ、ただ、あのー、ね、適正の時なんかドットとかでしたから。<laughs> なかなかね、でもね、あの、想像力をかけたい流れありましたね。あれはあれで面白かったと思います。えー、じゃあ次行きましょう。えっ、ー、とね、えー、進歩 神か髪かごめんなさい。ポーリングクラッシュ。あ、これも日本組ってことだね。ポニー、えー、シューティング、えー。88以降ですね。定価不明です。宇宙から次々と飛来する圧倒的な数の UFO とエイリアンをビーム等を駆使して倒すシューティングゲームということで。えー、と、次はハムレットスラッシュ二次元 4,、えー、4目並べ、えー。ポニーですね。これも。えー、テーブルです、えー。88以降ですね。あ、これは88以降なんだ。こっちは88以降なんだ。この2本は88以降だね。こっちは81だけど。えーとね、 あ何もありませんね。次はスペーストレック。あ、これスタートレックのパクリかな。ポニー SLG ですね。88以降ですね。えー、次はハイスピードエイリアン。ポニーシューティング。えー、っと、何もありません。えー、次はエイリアンハンター。ポニーシューティング。88以降の何もありません。あ、これもう半分来ちゃった <laughs>。あれ、スクロールバーがね、ちっちゃいから結構いけるのかなと思ってましたけど、この運でいったら15分かかんないね。 次は囲碁トレーナー、ポニーテーブル。え二、ー、人で対局できる囲碁ゲームということですね。お、次画面ができた。次将棋トレーナーね。さっき囲碁だったから、次将棋トレーナーね。えー、ポニーテーブルですね。88じゃないこれこれは、これは8センチか。あ、お互い8センチだね。えー、あ白黒でよくできてるね。あ、これよ、あ、これは頑張ってるっていう感じがしますね。パソコンで将棋が、将棋ができるという触れ込みだった初期の将棋ゲームと。えー、次がクイゴンキャプチャー。 えー、ポニーの SLG ですね。これもちょっとありません。えー、忍ジアドベンチャー,、えー、マイコンシティ、ああ、マイコンシティさん。ああ、出てきましたね。ええー、と、アドベンチャーの83年、あ、十三年1月だね。88以降です。えー、敵の部屋に忍び込んでミッションを盗み出すアドベンチャーゲームと、おお、ああ、そう、アドベンチャーって書いてるね。で、お次が、パドルアドベンチャー。えー、これまたマイコンシティさんのアドベンチャーですね。 えっと、テキストの質問形式で質問アドベンチャーゲームそうだ、テキストアドベンチャーゲームね。私も一時ね、あの、もうパソコンでテキスト出てたと思うんですけど、あ、でも出てで、うん、出てた頃だね。えっ、ー、と、中学生だったから、だいぶ前だね。えっ、ー、とね、私ね、こ雑誌も、雑誌もあったんですよね。テキストアドベンチャーの雑誌っていうのが。えっ、ー、とね、パズル雑誌と並行してというか、 結構人気あったと思うんですけどね。あのー、なん選択肢によってね、何ページに飛ぶというのがあって、それで、あのね、いろいろやってゴール目指すっていうのがあって、あれはあれで面白かったんですけどね。やっぱりあのー、まあ小説も一緒だと思うんですけども、活字って想像力がね、書き立てられるので、であのね、本の、 テキストアドベンチャーまあまあもちろんねあのパソコンが後だと思うんですけどもともとは本のテキストアドベンチャーが先だと思うんですけどもねあの何ページに飛ぶっていうページをうまいこと使ったっていうのがねいい感じだなとで,ですからね動的な小説を読んでる気がするんですよねあの普通の小説ってはもう本当に性的というかねあの絶対動かないじゃないですかページの内容変わんないじゃないですかですけどテキストアドベンチャーの雑誌でしたらねその自分の選択肢によってシナリオが変わっていくっていうのがね これがやっぱ醍醐味だったのかなと思ったりもします。私はね、活字苦手でしたけど、えー、っと、これは買いましたね。チラチラ買いましたよ。あと、パズルの本もね、あ、パズルの本、題名なんだったかなちょっと忘れましたね。本の名前ね。それもたまーに買ってましたね。うん。まあ、 まあね、えっ、ー、と、ベイマガとかね、ああいう本も一応、まあ、活字の部分があったのでね、まあ、活字が完全にダメだ、読めないっていうわけではなかったんですけどね、私もね。えー、じゃあ次行きましょう。お、おおデートアドベンチャー、マイコンしてアドベンチャー、88以降です。えー、テキストの質問形式です。アドベンチャーでもでもデートだから、ああ、これはもう、あのー、何えっ、ー、と、東京ナンパストリートだっけあれとかの言うと駆け出しになるような感じのものじゃないのかな。 ねえ、すごく MSX とか P6 を言うような感じがしますね。うん。あ、終わりだ。何分 ?9 分だね。2月行ってみましょうか。 あ,あ、2月はちょっとこれボリュームあるわ。えー、ちょっとこれ途中で終わるかなえっ、ー、とね、森田のバトルフィールドってこと、森田のさん、あ、エニックスだからそうだね。森田さんだね。えー、SLG ですね。3800円の88以降です。えー、第1回エニックスプログラムコンテストの最優秀作品と。えー、タイトルに森田を、森田とついてる通り、森田門郎の作品である。内容は、要するに大戦略であると。えー、というかこちらが元祖、あ、そうだね。 えー、爆撃機や戦闘機、戦車などのユニットを使って相手の首都に歩兵を入場させると。戦場は 41×41 41のスクエアからなっており、国の数は16。それぞれに都市があると。国のうち2国が、えー、レッド国とブルー国が、ここまで一緒だ。大戦略、まあ、真似してんだね、えー。両国のみに首都がある。えー、他の14カ国は中立国なんでおぉ、なにそんなにいろんな国が出てたのね。隣、え、接、ー、する中立都市から順に占領し、あ,あ、中立都市占領するんだね。 制圧地域にしていくと。マップが一つしかないのと、タイルがヘックスではなく四角形であるのがシンプルと。敵の入りともに四五種類しかないが完成だという点では群を抜いていた。なかなかだったんだね。あ、でもこれ本当だわ。マップもありますね。てか、中立っていうのはあれだね。えー、っと、大戦略で言ったらどこにも属さない。まあその通りだね。えー、いうことだね。だから14国の 14箇所の都市があると。中立都市って意味だよね。中立国って言うんじゃなくて。ね。えー、作者は森田オセロで既に名を馳せていた森田和郎氏、えー。ヘコスではなくスクエアを用いた比較的初心者向けのウォーゲームであると。森田氏自身はこの作品の思考ルーチンに満足していなかったが、コンテストの締め切りが近づいていたため仕方なく見切りを棒と。それでも完成度としては十分すぎるほどで、見事最優秀賞を獲得という逸話があると。えー、ゲーム画面最上部には、えー、森田の えー、バトルフィールドバージョン1.0とバージョン表記されている点に思考ルーチンのバージョンアップにかける死の意気込みが伝わってくると、えー、余談ではあるが死のオセロゲームの思考ルーチンを解説した単行本は読み応えのある一冊だとえー、幅優先探索や深さ優先探索のことなどが丁寧に説明されるまた、えー、実際のルーチンなども掲載されているとかなり古い本ではあるので入賞は困難かもしれないが思考ゲームに興味のある人は一度ごお勧めするああ菅田さん なるほどね。ちょっと気になったのがね、41×41 41っていうのがね、41×41 41ヘクス、あ、41×41 41の、あれ書いてないおや、あ、書いてるね、ここ 41×41 41のスクエアっていうのがね、ちょっと気になりましたね。中途半端な数だねって41っていうのがね、思ったんですけども。えー、じゃあ次行きましょう。えー、次、どうドああ、懐かしい。 そうか、これぐらいか。エニックスアクションですね。3800円の88以降です。えー、モンスターをドアに閉じ込めるゲームと第1回エニックスプログラムコンテスト優秀賞を、えー、獲得したゲームでパソコンゲームのブームを築いた作品と言っても過言ではないと。えー、そのアイデアとキャラクターは自らパックマンを超えるゲームとして、えー、称したように、当時とは、当時としては断トツに光っていた。また、PC8801 とエニックスという会社を有名にしたゲームであると。えー、革命のパターン作りも扱った。えー、敵の各キャラクターには、えー、それぞれ動きに特 特徴があり、攻略の楽しさも十分に楽しめた作者の中村浩一がまだ高校生の頃の作品でこのゲームで全国的に有名になったこの後ニュートロンやドラゴンクエストなどで活躍していくことになるとおディスク版は後に発売されたえ高校生ですごいねドアドアファミコンにも移植されましたよねファミコンではエニックスさんが出してたっけね なな感じなんですけどまあ、ドラクエはエニックスが出してましたよね。ねえ。まあ、エニックスさんもね、ドラクエですごくね。まあでも、エニックスさんってでも結局反射なのかな森田さんの本もね、これも全部別の人が作ってるって感じだもんね。ドラクエもチューンソフトでしょ。ねえ、チューンソフトも今、チューン、なんちゃらチューンソフトだっけねえ、なんかなったと思うんですけどあ、ちょっと今ね、思い出せませんか。 そうなんだね。高校生でこんなもん作ったらすごいわ。ねえ。いやーもう言葉が出ませんと。えー、中村浩一の顔が怖いと。<laughs> でもこれ切れてんでしょうね。あ、切れてんな。リンク切れてんな。ねえ。そうだよね。うん。えっ、ー、と、じゃあ次行きましょう。宇宙の戦士。あ、これどっかで見たよ。エニックス、アクション。あれこれどっかで見たね。 つうかなんかが出てたのかなえー、3600の88以降ですね。あ、それか、ブラスティの時に見たのかないやいや、でもそれ、そんな古くじゃないもんね。ブラスティでさえもう2、3年前の話だから。ね。 エニックス大会コンテストの入賞作、入選作品。宇宙空間に次々と現れる敵を上下左右あ、左右上下に弾を撃って倒すゲーム。時期はある程度まで上昇でき、左右に移動することは可能と。重力があるがしばらくは空中にいることができるので落ち具合を把握しないと敵にやられてしまう。ロボットはミサイルを左右上下に撃つことができる。作者の岡田、えー、義行氏はこの後同社からライトフリッパーを発売したと。 あこのコンテストっていうのが、まあ、エニックスさんは、そういう手だれが、手だれを探してたっていうような感じなのかな。プログラマーのね。えー、まあ、ゲームプログラマーのね。そんな感じなのかもしれないですね。えー、星子のアドベンチャー。えー、あ、これ聖子ってうかな。エニックスアドベンチャーです。ああ、ここら辺からエニックスアドベンチャーやりだすのかな。 えー、ドアドアなどと同じく第1回に来るのコン,テコンテストの入賞作品あこれもそうなんだね私成功私はある宇宙船に閉じ込められているあと少しすると宇宙船は宇宙に向けて出発してしまうそこでプレイヤーに預けた星型の通信機で話しながら助けに来てほしいなというストーリーアドベンチャーというか、えー、歌い文句だったがゲームとしてはアドベンチャーゲームとは言い難いと宇宙船の中を移動しながら突然クイズに答えたりキーボードから文字を入力したりとミニゲームの集合体のようなゲームであるとマイコンベーシックマガジン97年5月号にし 詳細が載ってるえ、ちょっと待って、97年 <laughs> えらいその後だね。十何年も後だね。14年ぐらい後だね。ああ、詳細が載ってるんだね。リストも載ってるのかな。えー、次行きましょう、えー。地底のモンスター、エニックス、アクションですね。えー、っと、3200円の8000円チーね。あ、なんか、ディグダウンみたいな感じかな。こちらもドワドと同じく第1回エニックスのコンテストの入選作品と。 ああ、よくできてますね。でもね、見た感じはね。うん、パッケージもちゃんと。これエニックさんが作ったんでしょうけどね。え、ギャラック。ああ、ギャラクシアンだ。PSK、えー、シューティングですね。5000円の88以降ですね。アーケードゲームのギャラクシアンとそっくりなゲーム。FD1 のゲームでハイスコアをディスクにセーブできるのが特徴と。ああ、そうなんだね。いいですね。ハイスコアを、えー、っとセーブできるってね。えー、次はスネークスネーク。あ、今度テクのソフトですね。え、上は あ、PSK1 本だけえー、っと、今度はテクノソフトアクションですね。えー、3300円の8センチです。えー、ここには自然界にも似た世界、右を見て、もう左を見ても、蛇ばかり自分を見ると、そう、あなたも蛇になってしまったのです。生存ン教激しい中、食われば食われる街だと。そんな感じなんですね。はい。次はマッドファイター、テクノソフト。えー、っと、3300円の8センチ以降ですね。あなたは空軍に入隊したが、あしていたが、 給料が安かったたのので他の国に亡命することに決意したいや普通、空軍だったらめちゃくちゃ給料いいような気もしますけどね。その逃走用として、直進ミサイルと U ターンミサイルを積み込んで飛び立ったのだが、すごいストーリーあ,あ、すごいね。ということで、飛行機で行ったということだね、これ。ミサイルと U ターンミサイルね。はい。ということです。次はね、ミサイルパニック。テクソフト。あ,あ、これまたね。アクションの3300円の発生地以降ですね。CIA の極秘資料によると、ヒマラヤのある高原に、 ミサイル記事が発見され特殊部隊を送り込んだのだが敵のミサイルはとても速く我が隊は壊滅寸前そこで最後の手段としてプラのエージェントであるあなたが出,出撃することになったとはい次プリンセスレスキューテクノソフトアクションですね、えー、セイコプリンセスが敵の城の牢屋に入れられてしまったあなたはレスキュー隊としてロープを使い何としても助け出さねばならない斜め方向に進行するところが面白いとあちょっと画面がないんでねよく分かりませんね 次はスペースフラッパー。ーインベーダーだね、えー。テクノソフト、アクションですね。あ、インベーダーじゃないわ。えー、3308センチ後ねコウモリのような宇宙鳥、宇宙鳥、フラッパーが、羽ばたきながら地球を目指してやってきた、やってきていると。しかも爆弾を抱えているようだ。何とかして、ビーム砲だけでやっつけなければならないと。はい。えー、次はネイラーモンスター,、えー。テクノソフトね。えー、結構テクノソフトん頑張ってますね。アクションです。えー、3308センチですね。 ダイヤモンド港に住み着いているモンスターを撃退しながらダイヤモンドを運び出すゲーム3300円おうやで。この頃のは安いんですよね結構ね、えー。次はスペースピッカー。えー、富士音響ラムさん。ああ、富士音響ラムさん出てきたね、えー。アクションです。えー、8000ですね。定価不明です、えー。宇宙船を母船にドッキングさせるゲームあーそれだけでゲームになったんだね。はい、次はファンタジック,キュ,ーックキュービックパート1からパート3。オーク,あーオークさんも前ありましたね。えー、パズル、えー。定価不明の8000以降です。 おお、なんだこれ複雑なキューブの形を動かして左の絵と同じように揃えるパズルゲーム。ちなみにパート1からパート3までは別パッケージだがほとんど同じゲームの内容のため一つにまとめたと。ああ、なんか、今出しても新しいしそうな感じしますね、パズルとしては。ね、なかなかハイカラで。うん、ってな感じですね。えーと、次はね、スペース B。はい、キャリーラボさん。ああ、キャリーラバさんね。ステえー、っと、シューティングね。えー、っと、 フライトシミュレーターと一緒にパックで発売されていたビーム砲を動かし迫り来る敵を次々と撃つシューティングゲームとー次は実践囲碁ディスク版つくもですねシューティングです5800円の8801以降5800円で発売された884の囲碁ゲームあ、実践囲碁って書いてますね次はザ・ゴルフお、マイクロキャビンだね アクションです。3500円の8801以降です、えー、固定画面のゴルフゲームクラブやショットの向きを決定しショットする、えー、画面左下にプレイヤーが描かれており、えー、簡単なアニメーションをしたりするテープ版で3500円で発売されていた、まあ、強弱決めて打つような感じなんでしょうねあこれで最後ですね思ったより早かったねちょっと私もね飛ばし気味だったんですけども 思ったより早く終わっちゃいました、ね。まあ文章がね短かったので、あの82年以前はね、もう文章ばっかりでずらーっとまた本数すごかったんでね、そうだったのかもしれないんですがいやー、あもうね、スケベーなゲームが出てこないのでね、すごく見やすい。<laughs> だね、まあその中でもこの、セイコーアドベンチャー、あ違うわ、デートなんとか、あら、あらら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 ら。 あれデートああ、それは先月か。デート何とかは。ええー、まあ、成功成功のアドベンチャーっていうのは、まあ、うん、そんなね、別にスケベーな感じはしないので。で、まあ、でも、森田さん、すごいね。これ、大戦略は間違いなくこれが元になってるよね。すごいよね。本当に。うもう、そういうアルゴリズム作ってたんですね。あの考えるね。 ドドアドアだねこれが高校生が作ったっていうのはすごいね。こんなキャラクターデザインとかも全部やったんだね。いやー、もう私はコーディングぐらいしかできないからね、ほんとね。情けなくなってきますね、こういうの見てるとね。うーん。えー、と、これ宇宙の人、これどっかで見たことあるんだけどね、このタイトル。この本当にね、いかにもっていうタイトル、画面が記憶にありますね。うん。もうこれは、ギャラクシアンだね。<laughs> ね はい、うんあとちょっとここら辺はね画面がないので何とも言えなかったんですけどもうんまあこの頃はでもあれですねやっぱりなんか結構あこれこれねいい感じですよねすごくねこれ256色のうちの8色同時8色でこれ123456ちゃえ123456色 で、白と黒で7、8色か。ああ、うまいこと使ってるね。ほんと。もう一回いくよ。1色、これとこれ一緒でしょ。1色。で、2色一緒でしょ。3色一緒でしょ。で、これ違うでしょ。4色、5色、6色しかないのかなと思って、白と背景の黒を足して、256色のうちの8色で、当時8色してるんですよね。あら、偉い。偉い。偉いって言って私が評価してるみたいなんでね。いやいや、すごいね。うん。 いろいろやっぱアイディア出してますね、このところはね,ね。今はちょっとなかなかアイディアが飽和しちゃってるんでね、なかなか本当に、もうゲーム出すのも大変らしいですね。もうね、もう、というような感じで、えー、いい時間になりましたね。じゃあこの辺で終わっておきましょう。夏、え、毛、ー、雑談、1983年1月と83年の2月をやっていきました、えー。それではこの辺で終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。